修羅丸。ねえ水木さん、今度の土曜日どこ行くの？何いきなり。私ね、聞いちゃったんだ。水木さん、今度の土曜日噂の激安スーパーに行くってお友達とお話ししてたでしょ。え、ああ、うん、それ私も行きたい。安いお店ができたとは聞いてたけど、まだ行ったことないのよ。結構距離もあるしさね。だから一緒に連れて行って。いや無理。え、なんで？みんなで行った方が楽しくない？その友達と直子さん面識ないじゃん。大丈夫、私そういうの気にしないから。いや気にしろよ。ね、車出してくれるよね？激安スーパーで大量に買うから車必要でしょ。私免許持ってないからさ、助かるな。私たちは自転車で行くけど。いやいや何言ってんの、嘘はダメだよ。だってあそこ結構距離あるじゃん。それに自転車だったらそんなに買えなくない？安売りだから道路は渋滞になるんだよ。それに私たち体を動かすのが好きだし。え？車にしようよ、私は車がいいもん。いやさっきも言ったけどさ、別に直子さんとは一緒に行かないからね。またまたそういう意地悪言わないでよね。あのね、忘れたの？昔夏祭りの時に私に会計させようとしてきたよね。ああ、お好み焼きだっけ？そう、覚えてるじゃない。私の後ろに並んだかと思ったらお金も払わないでお店の人困ってたじゃん。だって水木さんが払ってくれると思ったんだもん。よくそんなこといつまでも覚えてるね、しつこーい。あのね、お金のことでトラブルがあったらずっと覚えてるよ。当たり前でしょ。ケチだな。どう思ってくれても結構、直子さんは連れて行かない。てか自分で行きなよ、うるさいな。いいの？ああ、その言い方本当にめんどくさ。私直子さんと話をするような趣味ないから。じゃあね。ちょっと待ちなさいよ、私ねとびきりのネタがあるの。そっか、そりゃよかったね、おめでとうさん。待ちなさいってば。猫のことなのよ。猫？そう、近くでね黒い野良猫を見つけたの。水木さんって確か猫好きだよね。なんかそういう活動してるところに寄付とかしてたでしょ。いいの？その野良猫も気になるんじゃない？教えてあげてもいいんだよ。その子最近見かけなくなったでしょ。え、そうだけど。いわゆる地域猫でボランティアさんが面倒を見てた子だね。でも病気が見つかって他の方が引き取ったんだよ。そうなの？そうだよ、猫好きってこういう情報すぐに回ってくるから、直子さんから聞かなきゃいけない話なんてないよ。じゃあね。あ、もう絶対に行くからね。ねえ車出してよ。ねえってば。私の名前は水木、旅行、家族、猫が好きな兼業主婦です。これは数年前のお話。まだまだ私たちが自由にあちこちに行けた時のお話だよ。やりとりしていた直子さんはいわゆるセコケチママに分類される人。一緒に会計しておごってもらおうとしたり、ランチ会では食べるのが遅いママさんの料理に手を出したことも。いや、どういう育ち方したらそうなるんだよ。まあそういう人だから私は普段距離を置いているの。でも激安スーパーに行くっていう話を聞かれていたみたい。どこかに行く話くらい好きにさせてほしいよね。スーパーくらい自分で行けばいいんだけど、少し距離があるし、なんと言っても超激安、買いだめしたいだろうし。てかうまくいったら私におごらせよう、そんなところでしょう。そして当日予想通り、直子さんはスーパーにやってきたよ。うわ、めっちゃ混んでる。あれ、歩いてきたの？まさか、気の弱いママに車出してもらっちゃった。この間食料品分けてもらったばっかりだから、さすがにこれ以上たかりするのはやばいかなと思ってさ、車だけ出してもらったの。この人のこういうずる賢いところが一番嫌いだわ。あっそ、隣にいるの友達だよね。でかー。うるさいな。じゃあ私たちは買い物楽しむから。はいはい。30分後。やばい、この激安スーパー本当に安い、最高。1万円でたっぷり買える。これだけ安いならおごってくれるよね。会計よろしく。立ち止まるんじゃねえよ。え？いや、痛い、誰かに突き飛ばされたかも。そんな人の通るところでスマホ見てるからだよ。私たちみたいにちゃんと並んでからじゃないと。
痛い。ねえ、これ慰謝料もらえるよね。あ、え、いで、何よ、周りがマッチョばっかり。そりゃそうだよね。ここの激安スーパー、目の前が大学だから、この月一の売り出し日には大学生もいっぱい集まるんだよ。その子たちはレスリング部のジャージ着てるね。痛い、押さないで。やだ、足踏まれた。ほら、ちゃんと前を向いて歩かないと。わからない？ナオコさんが流れを止めちゃってるんだよ。いやよ、何これ、痛いってば、押さないでよ。あ、私たち会計するから、じゃあね。待って、車で送っていってよ。支払いは？はあ、ふざけたことばっか言わないでくれる？あんたの支払いまでするわけないでしょ。それに私たち自転車だから。本当に？嘘でしょ。今はタイムセールの時間だから、駐車場もすごいことになってるよ。これからますます混雑するからね。今日車で来るのは完全に悪手だよ。そんな、ねえ、待ってよ。いやー、買った。ここのスーパー本当に安いんだよね。でもそれだけに多くの人が集まってくるの。だからスーパーの波を泳いでいけるような人じゃないと身動きを取るのも難しいと思うよ。ナオコさんはただ単に人に迷惑をかけるだけのセコケチだからね。まあ、あそこから抜け出すのは無理でしょう。セコケチするなら、こういう時ほど本領発揮してほしいものだけど、できないだろうね。ただのセコケチだもの。水木とジュエリーのライン。いやー、買った。ジュエリーちゃん、たくさん荷物持ってくれてありがとうね。いいのよ。日頃から鍛えてるからね。でもジュエリーちゃんだってもっと買いたかったでしょ？ジュエリーちゃんのお店、フードメニュー充実してるし。まあ、みずきちゃんったら優しいのね。でも大丈夫よ。ほら、うちはお店だからね。業者から仕入れてるのよ。なるほど。でもすごく嬉しかったよ。ありがとうね。まったく、みずきちゃんはそういうところ素直で可愛いのよね。何よもう。でも安いものたくさん買ったは買ったけどさ、荷物置いた後2人でお茶したじゃない。それはみずきちゃんが払ってくれたから、結局お得ってわけじゃないわ。何言ってんの。安いものを買って浮いたお金で楽しいことに使う。あら、やだ、それは最高な考えだわ。でしょ。あのナオコっていうセコケチ女にも聞かせてやりたいわね。あの人なんかおとなしいママさんたちを使ってるんでしょ。うん、でももう大丈夫だよ。そうなの？みんなママさんだからね。子供たちのことを考えなよって言ったら、ようやく考えてくれたよ。何かあったら協力するからってことでさ。まあ、ああいうのに狙われちゃうとなかなか逃げられないわよね。言うこと聞く方も悪い部分があるけど、誰もがみんなはっきり言えるわけじゃないわ。そういうこと。私は何でもはっきり言う方だけど、言えない人もいるから。もう、ツンツン。何よ。別に。あ、そう。いや、もう水木ちゃんたら可愛いところあるじゃないの。うふふのふ。水木と直子のライン。あんた何してくれたのよ。なんであの地味ママ友グループと水木さんが一緒にいるのよ。見てたの？あんたも暇だね。あいつら、私の頼みを聞かなくなったの。拒否するようになったのよ。そりゃいいことだね。なんで私の邪魔をするのよ。許せない。うっせえよ。え？何が邪魔だよ。あんた自体が邪魔なんだよ。ちょっと水木さんってば、怖いこと言わないでよ。気の弱いママさんばっかりターゲットにするのは、あんた自身が弱いからだよね。何言って。ま、これからわかるんじゃん。何が？だって、ナオコさんって一人で行動できない人でしょ？え？いつも人にくっついてるじゃん。たかり目的もあるだろうけど、そもそも一人で行動できない人なんだよね。そんなこと。これから孤立するだろうし、そうしたらわかるんじゃない？孤立って、そんなの嫌よ。私ぼっちになるの？なんとかしてよ。知らねえよ。じゃあ、私たちこれからみんなで買い物行くから。ねえ、待って、それ私も。タカリアのセコケチママはお呼びじゃないよ。そんな。その後、これが数年前の話なんだけど、ナオコさん今はもう引っ越していったよ。ナオコさんにたかられてたママさんたちがついに勇気を出してね、ちゃんと言い返すようになって孤立して、
結局旦那さんの実家で同居したんだけど、そこでうまくいかなくて離婚したんだよ。まあ、あの性格じゃうまくいかなくて当然だわな。ちなみに、直子さんにターゲットにされていたママさんたち、今ではすっかり強くなってね。ドキュンママのターゲットにされているママさんを助けたり、みんなはっきり言えるようになったんだよ。まあ人間強くなるのにも、きっかけが必要だったりするもんね。私も、もっと強くなろう。なんといっても、最近我が家には、にゃにゃまるという家族が増えたから、いいきっかけをありがとうね、にゃにゃまる。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。